みなさん、こんにちは。バン。バン。ハロバン。ハロバンジワ。バンバンバン。こんばんジワ。やっとね。はい。飽きるにゃすぎるね。スペシャルボイストリップインドネシア終わりました。まあ今日で最後ですね、はい、いや長かったね、長かった、長いけど一瞬って感じで、まあね、いろんな思い出ができましたね、はい、じゃあそれについて食べながらね、はい、食べながらゆっくりと、うん、まあリラックスリラックス感想ね、感想ね、思い出に浸りながら、はい、これつけながら、ね、そうね、ゆっくりじゃね今日ファンからもらったね、はい、ありがとう、ありがとうございます。じゃあまずどっから。ジャカルタね。ジャカルタね。ジャカルタ最初に驚いた。高いすぎびっくりしました。あんなに栄えてて、あんなに渋滞すごくて、うんうんうん、デパートがあんなにたくさんあるとは思わなかった。中央部とちょっと中央部から離れたところ、うん、でも全然違う景色が、うん、中央部は本当に東京みたいなビルばっかりで、うん、あれみたいな感じだけど、まあ、ちょっと外に行くとまたインドネシアらしさがまだ残ってる地域もあってそれも良さだよね、うん、そうね、うん、一番衝撃だったのが空港着いて扉開いた瞬間の暑さ。あれは、はい、なんか今でもあの瞬間が多分インドネシアで一番暑かったかもしれない。最初だからね。そうだよね。今は多分もう普通だけど慣れちゃった。レベルが違う、その時の基準が違うからね。俺あの時あの瞬間もう2ヶ月間無理だわって思った。汗やばかった。汗やばかった。あとはナシパランとかまた食えたのが良かった。うん、あとレダンティ。あ、間違いない。飽きるにゃすぎたね。マジでうまかった。確かにあの時はあの時はもう感動したもんね、うん、衝撃だった。倒れ込んだ。あんなにうまいと思ってなかった、うん、これから飲めないって考えるとちょっとね。だから早く日本に店作ってもらわないといけない。そう、早く展開してほしいな、ね、はい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 。この旅行中ずっと飲んでたもんね。マジ飲んでた毎日。で、飲めない時が本当に苦痛だった。だってさ、飲んでないだけでニキビできてたもん、ね、いやフルーツ取れてなくて。じゃあジャカルタで一番面白い動画は俺的に、うん、お前らが割った。ああ、割れてる、ね、めっちゃおもろい、うん、あれ衝撃やったな、マジで騙されたあれ、ほんとにどこで立ちくるんだ。最新式、まあまあ、タッチパネルだけど、確かに俺はバクソラボかな。うん、あれもびっくりした。あれはなんか、いろんなさ、インドネシアの YouTuber がやってたのを見てたからさ、自分たちもやりたいって思ってて、うん、でやっとできて。俺もそうだわ。もうレベルの違うデカさだったよ。ほぼバトル。あれ見て、バクソだと思わないよね。そうだ、思わないよ、あれは。バクソじゃないよ、ね。バトル。マジバトル。あれはバトルです。俺じゃあ、ラフィさんの家に行って。確かにな。家に ATM あったからね。ね、どういうこと？わけがわかんないんだけど。なんで ATM？ どういうこと？え、前なかったの？比較外すぎて。レベル違ったね。うん。あの家は車の台数とかもほぼなんか店だ。やっぱインドネシアナンバーワンタレントレベルね。の人に会えるってすごいなって思った。うん、ね、めっちゃフレンドリーだったね。ね、ご飯めっちゃ美味しかったし。マジうまく楽しい。うわ、そういう感じ。ヨグじゃ。やっぱあれじゃね。あれですね。汚染。おおマイガーのやつね。あー、軽っ。やばい、軽っこれ。あでも美味しいね、味は。あれも。結構ジョグジャからさ、サキットプルットの日々は始まった気がするんだけど、うん、そっからよ。しかもお前、全部平らげたもんね。あれすごいよね、よく食べ終わったよね。いや、あれはそう気合い入れて全部食うやつかなって思って、うん、俺無理だった。こう、うわーってスピードで勝負でいって、でもこっち集中してたから、食べ終わって周り見たら全然食ってない。おい、俺も食べ終わった。うん、そう、食い終わった。体がもう無理って言ってたよね、完全に。俺もね、あれは無理だ。こいつらだけかと思ったら残したのが、他のメンバーも全然食えてなくて、うん、インドネシア人が食えてなかったもんね。そうだね。あれは異常に辛いんだな。めっちゃくちゃ辛い、うん、衝撃だった、うん、だってさ、あれの衝撃はジョグジャが甘いところっていう地域っていうのを知ってた。そうだよね、そうだよね。知っててのあのギャップだから、ね、そうだね。そうそうそう。しかも普通はね、一口目からじゃないよね、うん、辛さが。そう、でもそれはね、一口から、やばい、本当に花火だった。
そう、まるちゃんすぎる。まるちゃんすぎる。まあでもその後にね、お前はもう一番好きなスープ食べたから。ああ、悩んでないかね。あれは、あれのドッキリおもろかったな。マジなんで笑ってる。なんか怪しい。そうじゃないんだこれ。やっぱりなんだよ。サビだよね。サビ。めちゃくちゃサビだもん。いやサビの味しかしねえもん。サビだよ。マジ騙されたわあれ。あれはね分からんね。遺跡。ああね、あのチャンディ。あとめっちゃ文化習ったよね。そうだね。そうそうね。あの台とか。これも初めてだわ。なんか前のインドネシア旅行は短かったけど、そういうなんか文化体験とかがあまりないから、この旅行、ジョグジャもそうだし、そういうのも体験できて、めっちゃ良かった。王様に会ってるからね。そうだね、ボダチュは王様。マティックも作ったし。そうだね、そうだね。確かに、もうインドネシア、もう体感し放題。そうそう。俺もなんかインドネシア人のレベルが多分めっちゃ上がる。トップぐらい。だからもうレベルアップした。そうそう、レベルアップした。5年間日本にいたけど、それをもう越すぐらいのインドネシア人。この短期間の経験がすごいよね。いやなんか俺の周りの友達がバティック作ったことある人は多分いない。いやいないよ。いないよね。まあ確かに日本人の俺らも日本めっちゃ好きな外国人の方が日本文化について詳しいと思う。あーね。結構ある。結構ある。だから俺もこのプロジェクトによって、まあなんかめっちゃインドネシアの文化も学べた。いやより伝えれたよね。いいね。また次は。じゃあ次はスラバヤだね。はい。最初の動画はブワですね。今回のブアは、まあ、衝撃の味もあったんだけど、ドリアンとかパパイヤほど、うわーってなるやつはなんなかったよね。まあ、その代わりになんか学んだのが、あのマンゲスだっけ？マンゲス、マンゲス。あの上に書いてある柄とおなじみの数が入ってる。あれ、天才すぎた。あれは衝撃だった。なんかいろんな体験してたね、ピザ作ったりな。そうね。そうだね。あとは、ゲロムチついに行けたのが、うん、ね、確かに。これは結構印象残ってるな。Why? ストーリーでね。うん、ずっと見てた、ね、そう、ずっとあの家からの景色見てたから、うん、そうね、あの卒業シーズンとか ね、うん、ずっとあの家から、うん、卒業論文で、そう、発表したりしとったもんね。いや、いい家だったわね。次、バンドゥンか、うん、ああバンドゥンね、ストリートフードか。そうね、バンドゥンのストリートフードうまかったよな。うまかった、うまかった。それこそ俺、スブラック、うん、インドネシアでプルタマカリで、うんうん、食った。うまかったな。あとあの卵の何でも卵で巻いちゃうやつ、うん、そうそうそう、くる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 作ってやつ、ね、揚げ卵ね、こうソースのやつ、ね、そうだね。あと明日の家に行ったね、うん、あーすごかったね、ったね、宮殿だった。ああいう人たちに会えるのもすごいよね、うん、すごいね、うんうんうん、クマオラーメンもうまかった。あーうまかった、クマオラーメンね、クマオラーメンうまかったね、うまかった、うまかった、うまかった、唐揚げレベチ。でもあのラーメンとあのゴレガンの相性がね、コンビネーションがね最高で、次はパプアですね。はい、来た。パプアはね、衝撃の街、ね、初めてだよね。もう衝撃の街、衝撃だった。本当に全部が、そうね、全部や、全部、うん、衝撃。なんかまず違う国じゃん。いやマジそう、マジそう、本当に違う国だったよね。ただ飯だけはうまかったね、インドネシアやった。そうそうそう、飯だけはインドネシアだけど、ね、裸足の人もめっちゃ多い、ね、そう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 、ね、めっちゃ暑いのに、ね、やっぱあの民族、ああそうそう、パプアの民族、あんな経験できないから、あれが一番、うん、わーってわーね、なんかザ民族だって、イメージしてる民族って感じだった、うん、本当にマジで襲われた時死ぬかと思ったよな。怖かったあれ。そうそうそう、本当に迷い込んだんかと思った本当に。なんかさ、列車行くために車で行って、ね、でなんか駐車するじゃん。そう、ね、でその駐車場からあのレーサー、うん、30分とか40分歩く、めちゃくちゃ歩いた、めちゃくちゃ歩いた、やばい。なるべくね遠くで、でもあのレーサーがやっぱりお金とか、うん、あの食料とか買うときに街行かないといけないじゃん、うん、ね。でなんかバイクとか持ってない人は歩くの、うん、50分とか。あと子供たちがさ学校行くのも毎回歩いてるの。そう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 、あれすごいわ、やばいやばい。近いって言ってたからね、2時間で近いんだよね。そうそうそう、やばいよね。なんかあの列車から街は近いって言われて40分だよ、ね、歩く近いよ。日頃の僕たちの怠惰な生活がそうだね、分かるね、運動しやなかった。でもやっぱり
かモチベーションもなんか高くなる、うんね、世界広いなって思った、うん、あね、いやとか普通の旅行友達との旅行とかだったら多分行かないのよ。インドネシア行くってなると多分バリとかジャカルタで終わり。そうでもこうやって2ヶ月間かけてじっくり回ることで今までは絶対見なかった景色とか、うん、もうなかった衝撃をめっちゃ受けれたから、それは特にワメノの人たちに会えてよかった。そうだね、うん、後働きも最高だった ね、 あのパワーパワーパワーオーケーオーケー、子供たち子供たち柔らかな、かわいかった。あと俺も初めてジェリグル、そうね、あそこでジェリグルか、マデマディか、グルマディか、初めて、初めてなんだ。いや普通はずっとオンラインじゃん。オンラインとか、まあ、ライブ配信とかでやってるんだけど、なんか直接授業やるのが対面は初めて。あ、そうだったんだ。初めて。だから、めっちゃいい思い出。で、パプアからバリーですね。うわー、来ました。来ましたね、お前らが。最高やった。来ました、バリーこの二人がなんかずっと行きたかった。もうね、最高だった。いや、もう最高でした。まあ、俺はやっぱもう何かって言われたのウォータースライダーなんだけど。そうですね。すごかった。バイバイ、レッツゴー。そう、楽しかったな。楽しかった。めちゃくちゃ満喫したの、ね、そうだな。誰けちゃとか、ちゃ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 。バリもなんかこうウォータースポーツとか遊ぶ系だけかと思ったら文化体験もできたし、うん、そうなんや。あのデサも行ったじゃん。うん、デサもリブラ。それ俺も初めてだけど、うん、もう知らなかったの。なんかブルシーバン一番綺麗デサ、ね、世界で衝撃だった、ね、あのなんか道とか全然マジ綺麗だった。ゴビとかないで、ね、ATV とかも全部、あれもバリか。あ、そうか、 ATV。 うわぁ、もうやりたかった。待って、 ATV バリか。あれバリだよ、確か。そっか、そあれもバリ。またやりたいね。ジープツアーもバリ。うわぁ、そっか、そっか。バリはもうアクティビティと、まあ、文化体験どっちもできるね。うん、でもどっちも多い種類が。 ATV とジープトル最高だった。最高だった、本当に最高だった。やばい、楽しすぎた。そうそう、楽しかったな、マジで。いやー、いい経験だった、本当に。あれは確かに、あれマリか、マリ、 マリって感じがしない感じだけど、ね、あとはでもお前らあれじゃない、髪の毛じゃない。あーあそっかそっかそっか、切ったね。今ではもう結構ね、伸びたね。サイドがもうさ、もうだったこの髪型、横を完全に剃ったの。だから時間が経つとこういう感じで膨らんでくる。このなんか四角みたいになるんだよ。そうね、ちゃんとセットしないと、うんうんうん、だからそれがちょっとね、一つあの問題点。問題切り立てはかっこいいんだけど、伸びてくるとマジで四角形になる。すげえジェロムがね、俺のこの四角形の頭を見てなんかジラジラしてるなって思ったら、多分面積求めちゃう。体積、面積求める、ね、求めちゃうんだから。そう、ジョギは出すな。じゃあバリの後はラブ&バージョン。来た来た、ラブ&バージョン。やばい、圧倒的な海のプレイヤー。そしてあの船の上の生活ね。そうね、レベル違った。高間カサルのビーチか、やばい、えぐい綺麗なんだけど。すごいぞ、めっちゃすごい。これガイス、ギレイに、うわうわギレイ、もう mantap jiwa sih ini。Wah, cantik banget. Mantap, Bu. Yeah. 本当に知らなかった。なんかそういう綺麗なビーチとかさ、マルディフしかないと思うんだけど。ああ、俺も。で、あそこ行ったらもう、いや他のビーチ行けないもん。もうね。そう。もう沖縄とか言ってられなくなっちゃった。10メートル先もっとか。めちゃくちゃ見える。もっと見える。いや、カメはこっちよ。コモドこっち。あ、コモドね。そう、コモドとウミガメかな。あとマンタ。マンタでもウミガメが 100% って、なんか 100% はまあなんか一匹かと思ったけど、もう、うん、おそこら中にいた。多すぎた。こんぐらいいた。カモドぐらい。そうだね。割と本当にいた。そう、うん、こんぐらいいた。オッケー、ラブンバジョーから。ここからね、ペストシーフードが始まる。ペストシーフード。そう、シーフード。美味しいんだけどね、すごい美味しかったんだけど、うん、シーフード生活が本当に多かった、ね。あとパルコール。俺、一度褒め入れがパルコール。おもろかったね、あれ。おもろかったね。意外と。でも、これ、傷があのパルコのせいで。まだ傷ついてんの。まだ傷ついてんの。
ルカルカ、マスルカか、マスルカ。あとパサルマラムか。ああ、あれ。それよ。俺も初めてだよ。それよ。それだ。だからそれ前で見たことあるんだけど、そういうのが。うん、でも安全性とかないで、うん、怖い俺、うん。だからなかなか行かないけど、あのマナーで暇すぎて、ああ行こうかなって思って。いやめっちゃおもろかったな。あれは正解だった。あの船怖すぎた。そう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 。あのエンジンが。そう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 。で壊れたかと思ったら人が押してたんだって。やだパパ。やだパパ。こんな時間やばい。ぐる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 。そう、人がパーン、観光客が行かない場所ランキング第1位現地民しか行かない場所、絶対あんなんツアーブックに載ってない、うん、目渡す限り現地のアダクアナックやった、うん、でもめちゃめちゃ面白かった、めちゃくちゃおもろかった、めっちゃ楽しかった。あ、あとさ、うん、ドライフトゥルー、あーそうだ全然通じなかった。めちゃくちゃおもろかった。おもろかったそれは。あの最後のスターバーク。あ、カプチーノは？カプチーノは？え？バックバックバック。いやいや、多分美味しい。あ、セットじゃないわ。セットじゃないんだ。飲み物なしだ。あれ？あれ？あのセットじゃなかった。何あのスターバーク？パン買うやろ。パンだけ。じゃあマナロからポンティアナックですね。ポンティアナックね。まあポンティアナックも一瞬だったよね。一瞬だったね。まあ期間的にも少なかったし、ね。そう。二日間。うん。でもずっと飯食ってたり。俺的には赤道のあのモニュメントね。テレビとかで見たことあったけど、あの本物を見るの初めてだから。確かに、ね、あれめちゃいい経験だった。確かに。確かに。俺が一番びっくりしたのが外から。でっかいやつあるじゃん。ああ、そこが偽物だよ。実はそれじゃない。実はあの中。確かに。ええー。あれはねシンボルっていうね、そうそう上のやつは。いやでもやっぱ赤道暑かったね。なんか太陽暑かった。太陽感じたね。台風感じた。ピサンゴラもうまかったね。そうピサンゴラもうまかったし、ポンティアナック料理うまかったよ。うまかった。ポンティアナック料理うまかった。日本語喋れるおじさんのめちゃくちゃ料理うまかった。ああ、メグビティング。まあ確かポンティアナックは。ヘブンのフード、ああ、飯が有名、言われてる、そう、飯が有名、あれもあそうかそうか、俺入ったやつ、もうみんな入った、もやく、ドリアンとご飯がやばい、ね、いただきます、いただきます、危な、危な、危な。俺ドリアン好きだけど、好きなのに別物だもんな、あれドリアンとはもっとドリアンが嫌いになったよね、俺らはもうね、タブー、あれはもうドリアンの D の字聞いた瞬間、もうね絶対食いたくないで、ボネナから最後、メダンですね、メダンですね、ドラマチです、メダン、そうリサ・ボルテムドンガン・バニャック・オンマロジャハまあ、そうねオーバージャハンみたいな人たちが食べた、ルアルがシジャバットね、そうねあ、そっか、確かシジャバット町行ったよね、そうそうそう、シジャバット村びっくりした、マジであんなにシジャバットいるんだと、これもびっくりした、見渡す限りシジャバットね、そう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 、オマルジャハンのビレッジもシガビタ、桜田シガ、ビタもあやりにしまっているラルルオン、オリエンク早かったよね、一人しかも先生がいない、ワイルドやったね、ワイルドだったね、ワイルド、そして初めて忘れたボイスが学校で日本語を教えてました、いやー日本語教えるの初めてだし、そうなんですよ、ね、でもあの生徒が積極的、マジで積極的、アクティブだから僕たちもなんか、ね、教えやすいよね、これやりやすい、なんかクイズとかやった時もさすぐわって、そう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 、俺日本の学校であの生徒に教えたけど、あんなに積極的じゃないだから多分俺たちがあのアクシスの先生と上げたじゃない、だからみんなもモチベーションが、うん、アクシス、ね、アクシスmantap sekali Aksis, kita bisa bikin banyak cerita selama Indonesia Trip ini karena Aksis juga. Buat kalian semua yang pingin bikin banyak cerita juga, jangan lupa pakai Aksis. Dan jangan lupa download AksisNet karena bisa custom active period dan amount of data. Mec
ちゃ便利だよね。なんか日本だったらできないよそれは。うん、なかなか、ね、なんか自分で携帯一個でね、そうそうそう、ね、もうなんか最初から契約しないと。そうそう、これがめっちゃ自由。Dan di Axis Net kalian tuh bisa redeem bonus mingguan setelah activate internet plan. Terus ada juga fitur yang namanya lock button.Yang bakal ngejagain pulsa kalian supaya gak bocor dan kepake sembarangan. Jadi misalnya kalian udah set nih pulsa mau cuma buat kuota, jadi gak bakal kepake lagi di luar kuota gitu. Jadi itu fitur lock button yang ada di Axis Net. Jadi jangan lupa pakai Axis dan bikin banyak cerita. Jangan lupa download Axis Net juga ya. Oke. Hai minasan, ということでね、この1ヶ月半まあ終わってインドネシア旅行終わりました。見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあこの後一人一人自分の進路を言いますね。じゃあお疲れ様。僕は、これからインドネシア旅行が終わって日本に帰って就職活動したいと思ってます。はい。頑張ってください。頑張ってください。じゃあ僕は、まあ、少しの間インドネシアにいて、でそこで、まあ、自分の YouTube チャンネルとか作ったりしてインドネシアを満喫しようかなと思っています。その後日本。うん、その後日本。頑張ってください。はい、頑張ります。僕はこの旅行終わってから、まあ、1週間ぐらいジャカルタで自分のチャンネル用にたくさん動画撮って、うん、でその後日本に帰って、パイロットになるための学校があるんですよ。そこの試験の勉強の準備のために日本に帰ってヒルプムリとしたいと思います。頑張ってください。頑張ってください。頑張ります。じゃあ僕はこの2年間、まあ、YouTube を続けて、でその後多分大学に行くつもりなんですけど、この2年間日本に行けるかどうか分かんないけど、行けるときは行きます。はい、はい、頑張ります。違うか。でもまあさっきジェロムがね2年間 YouTube やるって言ってたけど、そうね、まあ、僕もちょっと参加させていただこうかな。じゃあ僕も僕もいいですか。まあということでね、はい、ということでね、まあそれぞれ、うん、その自分の将来のために準備もありつつ、うん、やっぱりこういう貴重な経験、うん、機会っても人生の中で今しかないから、うん、そうだね。もう2年間みんなでまた今まで通り YouTube を、ね、うん、続けていきたいと思います。でも多分日本だけじゃなくて、そうだね、インドネシアだけじゃなくて世界一周をしたいと思います。ワセダボイスワールドトリップ。うわあ、なんか行きたい国はこれまだ決まってないけど、うん、まあ行きたいだけは、まあ、アメリカ、ヨーロッパとかアメリカと東南アジアとか、そうね、東南アジア、アジアとか、まあ、ドバイとかも行きたいしね、うん、あ、そうだね、トルコのあれもカッパドキアとか、ね、カッパドキア行きたいし、いろんなとこ、まあいろいろ時間が許す限り、そうだね、時間とコンディションがね、そうだね、コロナとかその別の病気とか、ね、突然出てきたらもう難しいかもしれない。じゃあそのためにね、この2年間応援をよろしくお願いします。お願いします。まあでもマジでこの2年間は最後ですね、うん、その後はもう一人一人の、うん、それぞれ、うん、やりたいことを道、うん、に突き進んでいくっていう感じ。そうだね、そういう感じですね。だからこの2年間で後悔ないようにやりたいこと全部やり尽くしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、皆さんということでね、はい、早稲田ボイスインドネシア旅行これで終了。マジでね、見てくれてありがとうございましたね。ありがとうございました。もうなんか多分70エピソードぐらい、もうなんか何個撮ったかわかんない、数えられないぐらい、多分70ぐらい、うん、全部見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。次もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。よいしょ。ウォセルボイスインドネシア、ワン・ツー・スリー・ジワー。じゃあまたね。ワンダップジワー。で会いましょう。By the way guys, di Axis Net juga ada promo, bonus, dan fitur menariknya. Jadi jangan lupa download ya.